ちょっとショッキングなニュースなんですけどもね、イランが攻撃というふうに米英が非難をしています。中東オマーン沖で日本のタンカーが攻撃され船員が死亡しましたよね。これね、攻撃の手法がね、結構ショッキングな内容でした。ちょっと読みます。中東を行きますよ。中東オマーン沖で起きたイスラエル系企業運航のタンカーへの攻撃について、イスラエル系企業ですけど、これ日本のタンカーですからね、所有者は日本の企業ですからね、はい。ブリンケンアメリカ国務長官とラーブ A 外相は1日イランが攻撃したとして非難する声明を発表した。イランは関与を否定しており、米英との緊張が高まるのは必至。アメリカイランで中断している核合意再建に向けた間接協議をめぐってもさらなる交渉停滞の要因となりそうだ。イスラエルのベネット首相も1日イランの暴力は高校の自由という世界の利益を侵害すると批判した。イラン外相の報道官は1日の記者会見で根拠のない批判をやめなければならないと反発した。攻撃は7月29日に発生し、英国人ら2人の乗組員が死亡。声明でブリケン氏はイランが攻撃したと確信しているとし、強い非難を表明。航行の自由、国際的な輸送や貿易を脅かすもので、攻撃に正当な理由はないと指摘した。はい。ラーブ氏はオマーン沖の国際水域で1機または複数の無人機を使ってイランが攻撃した可能性が高いと結論付けたとし、攻撃は意図的で国際法違反だと、非難。同盟国などと連携して対処する考えを示し、同様の攻撃をやめるようイランに要求した。はい。これね、ちょっと気になるところですけども、無人機という話ですよね。これもうちょっとですね、詳しいニュースがネット上にあったので、それをちょっと読みたいと思います。どこだっけ、さっき読んでたのどこだっけな、これだこれだ、はい。これは文春オンラインですね。7月29日オマーンのマシーラ島北東のアラビア海で日本企業が所有するタンカーがドローン攻撃を受け、2名が亡くなる事件が起きた。ドローンがタンカー攻撃を行ったと公的に認定されたのは初めての出来事であり、さらに死者が出たのも今回が初。ドローンの神風攻撃などと世界ではちょっと読まれて、神風アタックみたいに言われてるんですけどね、はい。しかもこれ結構ショッキングですね。今回の攻撃では艦橋に自爆ドローンが命中して船長を死亡させた。つまり意図的に命中箇所を選んだ可能性が高い。これは今後のシーレーン防衛を考える上で頭の痛い問題。艦橋って、まあ英語だとブリッジって言いますけども、操舵室ですね。はい。船長がいる操舵室。まあちょっと、まあこれがその実際にね、攻撃を受けた船なわけですけども、これね、タンカーですよね。これアップしていくと、これ船首から、まあ、後ろの方に。で、これ後ろの方にこの居住区間がありますけど、ここですね。ここ、ここ。はい。この操舵室、ここですね。はい。ここです、ここ。船を操縦する場所ですね。この操舵室の中央にダーンと当たって、船長が死亡したって言うんですね。はい。これはね、結構ショッキングなニュースなんです。これどういうことか、もうちょっと読みますね。はいはい。しかも今回の攻撃について中東エリアを管轄するアメリカ中央軍司令部はドローン攻撃と認定した。マスメディアの取材に応じたアメリカ政府関係者は、自爆ドローンによる攻撃であり、他のドローンも、おそらく偵察用の他のドローンも参加していたと述べた。アメリカ海軍のこの地域を管轄する第5艦隊も記者会見にて、爆発物の専門家がマーサストリートってこの船ですね、攻撃された船に乗り込んで調査した上でドローン攻撃と認定し、自爆ドローンによる攻撃だったと事実上認めた。
また公開されたマーサストリートの被弾した画像からも自爆ドローンであったことが破壊の程度や独特の波光から推察される。今回の事件を受けてイスラエル政府や英国政府は即座にイランによる攻撃と断定しているが、注目すべきでは今回の攻撃のやり方。 AP 通信が報じたところによれば、アメリカ政府関係者はドローンによる攻撃はタンカーの艦橋の上部から突入し船長らを殺害したと匿名を条件に話したという。つまり自爆ドローンはタンカーの最も重要かつ少量の爆薬でも効果が見込める艦橋を意図的に狙った可能性が高い。自爆ドローン自体にもカメラが付属するタイプも多いこと、探偵ドローンも現場にいたこと、イランの支援するフーシ派が民間用の通信衛星を使って自爆ドローンを誘導していた実績があることからも現実味を帯びている。また近くに別の船舶がいたとの情報もあり、それこれが誘導や操作をしていた可能性があることにも注目すべきだ。ドローンによるタンカー攻撃とおぼしき事例はこれまでもこの地域でいくつか散見されていた。しかしいずれも未遂であったり、被害の程度として船体や甲板が燃えただけであった。さらにドローン攻撃であったと断定する証拠に乏しい未確認情報に過ぎなかった。はい。でですね、ここで問題なのはこれね、イランがタンカーに対してということで、一応日本の船舶だったわけなんですけども、あまり日本人がってびっくりすることではないかもしれない。ところがちょっとよく考えてほしいんですけども、ドローンの技術って中国の技術ですよね。で、中国政府はドローン攻撃部隊持ってるんですよ。ということはもし尖閣で有事が起きた時に、中国軍はドローン攻撃を日本の船に仕掛けてくる可能性がある。つまりイランが今回ね、艦橋に飛ばして船長を殺害した、そういう爆弾を抱えてね船に飛んでいく、そういうドローンを1機じゃないですよ、10機100機、はい、おそらく北京オリンピックではね、日本この前インテルの技術で1800機のドローン飛ばしてね、球体作って開会式花を添えてましたけども、まあ当然これ最先端の軍事技術ですから、北京五輪では必ずそれ以上の数のドローンを飛ばしてね演出すると思うんですよね。じゃあ500機のドローン、1000機のドローンが日本の船にわーっと爆弾持って飛んできたらどうするんですかって話なんですけども、これ結論言います。はい、はい、たくさん被弾します。はい、まあドローンが抱える爆薬ですからね、そんな250キロ爆弾みたいなそんなものを抱えられるわけではないわけです。でも最近は小さくても高性能の爆弾がありますから、例えば10キロ20キロ30キロの爆弾でも相当のですね威力を持ったものを作れるわけですよね。でこれがですね、その撃沈するところもドローン攻撃で沈めることはできない。ところがブリッジをやる、もしくはねレーダーとかね攻撃の装置、いろんなセンサー類をですねバン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 やっちゃうと、これはイージス艦だとほとんど使い物にならなくなってしまう可能性があるわけなんですよ。じゃあ本当にね、何百機ものドローンが爆弾を抱えてわーってですね一機のね護衛艦なり、もしくは海上保安庁のね巡視船にですねわーって近づいていったら、これ大変なことになりますよね。はい。でこれねどうやって防げるかという話なんですけども、ちょっと専門家の話もあるので、ちょっと私ようですね、まあ結構難しいっていうのは前々から知ってたんですけども、こんなに効果があるというか、こんなに脅威なのかということが分かりました。よく分かりました。でですね、これは、アメリカ海軍大学院の研究で8機のドローンで船舶を攻撃した場合どうなるのかという研究成果があるんですね。それによるとね、結構びっくりしましたね。あ、しかもドローン自爆攻撃をするドローンは結構安いらしいんですよね。これはですね、2012年のアメリカ海軍大学院における研究の成果なんです。これイージス艦に対してですよ、タンカーじゃないですからね、攻撃をする、最強の攻撃力を持ったイージス艦に対してドローンを突入させた場合どのように迎撃できるのか、これをですね、研究した成果があります。これによるとですね、イスラエルのハーピー型自爆ドローン4機と手作りドローン4機を沿岸部から同時に飛ばして8機のドローンでイージス艦を狙った場合、
500回シミュレーションを実施してその防空手段を検証したんですって。その結果ですよ、はい、その結果4機4機で8機を飛ばしてイージス艦を攻撃するんですよ。これ500回やったんですって。そうすると突入できた、ね、ドローンの機数は平均何機だと思います？8機のうち何機だと思います？おお、いい線いってますね。研究成果によるとですね、 3.82 機だ、約4機です。だってね、イージス艦ってものすごい攻撃能力あるんですよ。それが向かってくる4機のね、ドローンに対して機関銃とか撃ちまくるんですよ。迎撃するんですよ。8機来ても4機しか落とせないんですよ。で、残りの4機は爆弾抱えたまま着弾しちゃうわけですから。これが現状です。ああ、誰か書いてくれ。シウスね。CIWS。近接、なんだっけ？近接防御なんとかなんとか、ちょっと忘れてた。シウスってありまして、シウスっていうのは、1秒間に何発か忘れましたけど、とにかくダダダダダってめちゃくちゃな、すごいテンポで、機関銃を撃ってくれるんですけども、このシウスを、まあ、一つ乗せたり二つ乗せたりっていう形で、だから結局ですね、イージス艦っていうのは遠くから長射程のミサイルがバーン飛んできた時に、それをですね VLS っていう垂直発射装置でバーンって打ち上げて、ミサイルを迎撃するわけですよね。で、それでも、打ち漏らしてきた時の最後、そう、誰か書いてる、最後の砦、最後の砦で打ち漏らして打ち漏らして打ち漏らして、ああ、もう、あ、来るーっていうね、はい、着弾コースでバーン来た時に最後の砦がシウスなんですよ。で、シウスでダダダダダそっちに向かって撃って、もう直前でなんとか破壊できればというですね。だからいくつかあったものが全部突破した最後です。ちょっと具体的にシウスがどういうものかというのをね、ちょっとこれ古いんですけど、まあでも2017年ですから、まあそんな差がないので、世界の艦船でちょっとシウスがどんなもんかお見せしようと思いますが、例えばこれヒューガですね。これ護衛艦ヒューガですけれども、斜め上からですよね。で、どこにシウスがあるかというと、これですね、これ一番先っちょに乗っかってるこの白い円筒形のものです。これですね、これがシウスです。はい、後ろにもあったかな、後ろにもこの辺にあったかな、見た感じ見えない、これ明らかにシウスですね。ちょっと他の船のもちょっと見てもらいましょうか。大体前か後ろに置いてありますよね。ああ、これは護衛艦シラネですけれども、これっぽいな、これシウスですね。これね、このここの白いやつがシウスですね。はい、で、興味ある方はシウスで迎撃する映像とかがありますからね。そういうのをちょっと見ていただくと、トゥル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 とか言ってすごい勢いで、あんまりドーンみたいな音はしないんですよ。タタタタみたいな、トゥル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 みたいな音がして、なんかすごい綺麗な花火みたいな、この連射しますからね、すごい勢いで連射するので。あ、これですね、霧島ね、護衛艦霧島のここですね、これです。この白いところにはまあ、弾薬が入ってまして、ここですね、ここの機関銃みたいなのが1本出て、そこからダダダダダってトゥルトゥルトゥルって感じで出るんですけども、実際の現場で撃つとこ見たとこないんで、ちょっと私分かんないですけども、映像で見る限りはなんか部位なんていうのかな、こんな感じっていう感じですけども、はいはい、まあこういう、まあ、シウスが、まあ、1機か2機あって、それでも本当に最後打ち漏らしたやつをシウスで対応するんですね、はい、ところがですね、その本当にね、誘導ミサイルがバンバン飛んでくるものに対して、ね、VLS でもって垂直発射してね、こう防御するっていうすごいね、迎撃システムをイージス艦持ってるんですけども、これってドローンには何の役にも立たないわけですよ。まあ、ドローンってちっちゃいですし軽いですし、金属反応もあんまないですし、プラスチックで結構構成されてますからね、でこれシウスで撃つんですけど、本当、あとトアミ、本当そうですよ、トアミとかが一番効くレベルで、
こうそんなですね、まあ、シウスでもって基本対処するんですけども、これ手法とかじゃちょっと合わないですよね。こんなちっちゃな泥を飛んでてそれ手法を向けて打つって言ってもですねそれちょっとですね、なんだろうね、なんか出刃包丁でなんかちっちゃなオキアミをさばくみたいな感じですかみたいになっちゃいますからね。中華包丁でこんなちっちゃいもの切るみたいな、もう全然合ってないんですよね。だからあのドローンを撃ち落とすための兵器っていうのが基本ないんですよ。あ、火炎放射器とかね、三段機関銃、そうね、三段機関銃が必要かもね。だからダダダダーって撃つんだけども、一定距離行った時にパーンってなって三段機関銃ですね。そういうのじゃないとちょっとあの、まあ、シウス改良して三段機関銃だね。あと電子レンジだ、結局さ、あの、ごめんなさい、あの、ドローンの怖いのはどういうモードで飛んでくるかもいろいろと変えられちゃうことですよね。例えば基本的にはそのほら、船に対して攻撃をするときには船がレーダー照射しますからね。その、船が発するレーダーを探知してそっちの方向に飛んでいくっていう、そういうセットもできます。はい、それからあと、時期に反応して飛んでいくっていうこともできます。もしくはもう最初から座標を決めておいて、北緯何度何分何秒ね、東経の何度何分何秒で、そこの座標軸に向けて飛んでいくっていうことになれば、そうなるともうあの GPS だけでね、あの電波妨害されようが GPS だけで飛んでいけるってことになりますよね。はい、まあ、なのでね、もしくはあの無線でもって誘導するってこともあるかもしれませんからね。はい、あと熱、まあ、飛行機じゃないから熱反応はあんまないかな。あと水中ドローンっていうのもね、最近ちょっと出てきてますからね。まあそうするとですね、この私も何度もこの番組で言ってるんですけども、ドローンを、たくさんのドローンを統合的に運用できるようになったら、これね、艦隊とか本当に沈黙、ね、沈黙させられちゃうんですよ。あのショコラみたいにね、沈黙させられちゃうんですよ。だからアメリカのイージス艦が8機のうち半分しか落とせないって言うんだからね。じゃあ日本だってほぼ同じようなもんですよ。はい、それでね、どうするかって言ったら、あのシウスを2機増設するとちょっと迎撃率が上がるんですって。で、電子妨害装置を増設するとちょっと上がるんですって。それでも4機のうち突入成功が2機から3機の間だっていうんですよね。シウスを2機増設しても、だからさっき 3.82 機って言ってたのを 2.5 機まで減らせるんですって。でも8機飛んできて 2.5 機被弾しちゃうんですよ。シウスを、まあ、今1、2機あって、さらに1、2機増設して、倍増か4倍増させたところで、それでも8機のうち2機は着弾しちゃうわけだからね。じゃあシウスをあともう何機も何機も置いても、それでもじゃあ向こうが100機来たらどうすんだって話ですよね。しかもドローンなんて大した金額じゃないわけですよ。はい、まあね、魚雷1本1億円ですからね。まあそういうのと比べるとですね、もう攻撃用ドローンなんて安いもんですから。とするとね、本当にこの海上戦闘の方法がまるっきりこれまでの常識が通用しないってことにもなりますよ。だから私言ってんですけど、ドローン航空母艦を作れと。ですから航空母艦からね、ドローンをもう本当にもう1000機2000機ブワーッと一気に上げてね、統合運用するというね、そういうドローン専用の航空母艦を作ったら、これはすごいですね。だから小さくていいんですよ。小さくていいんですよ。まあね、だからまあこんな話を以前もしてたんですが、実際にね、このタンカーがドローン攻撃受けて、正確にね、ブリッジ直撃で艦長死んでるってわけですから、そら来たなと思いました。あ、ドローン攻撃こう来るかと。はい、
戦う船の場合、バトルシップの場合は、あのブリッジは確かに弱いというか、ブリッジやられると結構めんどくさいんですけども、ブリッジやられても CIC がありますからね。CIC っていうのは艦の中央ですね。あんま外の方だと、あの攻撃受けた時にやれちゃうと困るので、艦のね、心臓部に置いてるんですね。だいたいもうちょっと低いところの真ん中に置いてるんですよ。CIC って言って、まあそれが、まあ、あの、中央制御室ですよね。まあ、正確に言うと戦闘指揮所って言うんですけど、戦闘指揮所ですね、 CIC。 だから、まあ、まあブリッジ、まあ、環境がもし使えなくなっても CIC さえ残っていればとりあえず艦の航行 と、まあ、戦闘はできる。ただ、まあ、ブリッジがないとな、目視でね、やっぱりね、操船できないのは結構きついと思うんですけど、まあまあでもそう、CIC さえ残っていればなんとか、なるというふうに思いますけども、ただね、あのイージス艦の弱いのは、まあ、いろんなセンサーとかが外にありますからね。そのたくさんドローンが飛んできて、あの、そういうセンサーとかレーダーとかそういうもの外にいっぱいありますから、これが1つ2つ3つっていう風に潰されてくると、イージス能力そのものがあの、ね、ダウンしてしまいますからね、はい。なので、まあそういうね、その、戦う船に対して戦う船は有効だったかもしれないけども、ドローンみたいなものが来た時にはまたちょっとね、もう本当に戦略が変わるレベルですからね。戦術どころか戦略が変わるレベルなので、ちょっとこのタンカーのドローン攻撃は、はい、ちょっと怖いです。本当に背筋がちょっと、まあ、イランだから別に日本そんな怖くないっていうかもしれない、いやいや中国はもっと持ってますからね、はい、いや本当に、怖いです、怖いです、はい。